れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ撮影初日を迎えてのお気持ちを聞かせてください。そうですね、でもこうやって制服も着て学校に来てこうどんどん千尋になっていく感じというか始まるぞというようなこう高揚感があります。今回髪をバッサリ切ったと思うんですけども、はい、なぜ髪を切ったでしょうか。そうですね、なんだろう、原作を読ませていただいた時にこう自分の中でイメージする千尋っていうのがその自分が演じることを想像した時に髪が長い今の自分じゃないなっていう、その見た目がなんですけど、なんかこう今の自分じゃないなっていう風に思って髪切りたいなと思いました。髪に切ったのはいつぶりでしょうか。またその時のご感想も合わせてお聞かせください。そうですね、髪切ったのはでもパシフィックリムって映画をやってた時に多分これぐらい切って、でもそれが7年ぐらい前なので結構ずっと長くて、だから切った時は本当に首が軽いって思いました。はい、芦田愛菜です。今回映画星の子で林千尋役を演じさせていただきます。髪を切ったことで自分のイメージの中の千尋に近づけたような気がしています。これから約1ヶ月間千尋に寄り添ってスタッフさん、共演者の皆さんと一緒にたくさんの方に感動していただける作品が作れるように頑張っていきたいと思っております。ご期待ください。